2013年、すべてのお客様に快適な移動空間、さらなる環境性能の向上をコンセプトに新方線系統に投入されたのがこちら、線系です。8両編成のこの車両は、特に連結などは行うことはなく、これまでの車両にはあった前面の貫通扉のホロ受けがなくなっているのも特徴の一つです。ところで神戸線に所属している1011編成の新海地側先頭車は1111と0目の番号になっておりまして、毎年11月11日大阪梅田11時11分発の電車に必ず当てられています。急な車両変更があってもいいように大々的には宣伝されていないんですが、なんだかんだ言って確か2023年で7年目かな、毎年11月11日の恒例行事となりつつあります。さて、この線型ではとにかくいろんなラッピングが施されておりまして、まずはこちら、2023年の8月より宝塚線の1004編成に施されたちいかわのラッピングです。宝塚の格好をしたりたこ焼きを食べたりしている姿が描かれています。乗務員室にはぬいぐるみも置かれてるんですよ。そしてこちら神戸線の方では、同じく2023年の8月より1017編成に8割のラッピングが施されています。車内の広告枠は全てちいかわや8割のものとなっていますね。外側と同様、こちら宝塚、そして向こうはたこ焼きを食べていますね。観覧車もあるので梅田ってことでしょう。で、この車両が絶対向かうことのない京都も書かれていました。ここも京都ですね。お寺が書かれています。そして今度は神戸です。ここの広告もすべてちいかわ8割仕様。上げ出したらキリがないので次行きます。続きましてこちら、2023年の11月末より神戸線では1007編成、宝塚線では1009編成にラッピングを施して大阪・関西万博ラッピングトレインとして走り始めました。まあ、脈々です。最後はこちら、 SDGs トレイン未来の夢町号です。2019年から1年間だけの予定でしたが、万博が開催される2025年まで延長されることとなりました。2022年に一度車両とデザインが変わりましたね。車内もこの通り、つり革の柄の部分が SDGs の目標が書かれたものとなりました。全部はご紹介しませんが、乗り合わせた時にはぜひ確認してみてください。こんなところにもシールがありましたと、まあ本題に入る前に3分以上も使ってしまったわけですが、ここからが本題です。行き先表示はフルカラー LED、 種別と行き先が一体化したものとなりました。大きくて明るく、とっても見やすいものです。車内です。阪急の伝統を維持しつつ、なんか今風になりましたか？ドアです。一つ前の9000系までは、阪急ってドアの窓を大きくするのめちゃめちゃハマってましたよね。古い車両でもリニューアルの時に大きいものに変えるぐらい。でもなぜかこの系列では一世代前の大きさに戻りました。ドアの上には開閉ランプがあります。例によって例のごとく端っこにある上に小さいため、あまり目立たないものです。ドア横の手すりは長めのものです。ドアの下には特に何もありません。まあこれも伝統といえば伝統ですが、黄色じゃなくてもいいので、何かドアマット的なものがあってもいいのではないかなと思います。手買い違いでドアの上にはモニターがございます。1画面の大きいもので4カ国語にも対応しています。画面が長いので路線図も難なく表示できる一品です。座席は3、2、3で区切られた8人掛けのロングシート。ここ最近の阪急のマイブームですね。生地はおなじみアンゴラヤギの毛織物。座り心地は少々固めです。一般のところがゴールデンオリーブ、優先席はワインレッドとなって区別されています。座席の下には申し訳程度のヒーターがございます。座席間の仕切りをクローズアップ、従来の袖仕切りの形をしておりまして、早い者勝ちとはなりますが肘を置くことも可能です。
側面にもしっかりモケットが貼られています。袖仕切りです。阪急では初となる大型のもの。何でも急ブレーキの時の干渉や衝突を防ぐためのものなんだとか。内側のくぼみが寄せよりも若干深く作られておりまして、肘を置くことを諦めてもたれかかることに専念するならば意外と生きる口かなと思いました。外側はドアと同じ色調の木目調です。荷物棚は細い板が渡されているタイプのものです。窓です。一つ前の9000系では大きな2枚のものとなっていましたが、昔ながらの3枚に戻っています。ところで9000系ではブロンズ色だった柱、シルバーになって少々安っぽくなりました。3枚ある窓のうち中央の窓は固定窓、両端の窓は開けることができます。ただ9000系とか8000系で採用されていたボタン式のものではなく手動となりました。開くのはだいたい3割ぐらいかな。この窓 UV カットガラスとなっているんですが、しっかり日よけはついていますよ。好きなところで止めることができるフリーストップ式のものです。鎧戸も廃止されて久しいですね。ただこちら、立っている人でも景色を見やすいようにと上の方はね、ちょっとだけ薄くなってるんですよ。鎧戸ではなくなりましたが、思想は同じですね。吊り革は白くて丸いもの。一般のところも優先席付近もこのパターン一択となります。阪急ってドア付近も含めて黄色くするのを嫌いますよね。大手私鉄ではおそらくここだけではないでしょうか。一番前です。仕切り窓は大きいもので見晴らしは抜群。直後には二人掛けの特等席もございます。車端部です。仕切り扉は9000系ではセンサーによる自動扉となっていたんですが、この形式ではごく普通の手動のものとなりました。まああれを使いこなせなかった人もそれなりにいたでしょうしね。両脇の窓はやはり着色窓、そして戸袋窓となっていない方の窓も二重窓となっておりまして、極力車内を静かにしようとした跡が伺えます。ただこれによって肘を置いたり小物を置いたりするスペースがなくなっちゃったんですよね。フリースペースです。手すりが上下1本ずつあるだけで他は特に設備はございません。他の会社とかと比べるとちょっと寂しいね。フリースペース横の区画では袖仕切りは小型のものになっているんですが、なぜこう描いているんでしょうか。座席間の仕切りみたいに平たかったら肘を置くこともできたわけですが、これだと肘置きにくいですよね。照明はカバー付きの LED、 車内を明るく照らしてくれています。ただいま4号線に到着します。